はいどうも、名古屋に実行チャンネルをご覧の皆さん、どうも、ちくちゃんの井上です。どうも、こんにちは。本日は、愛知県公立高校の合格判定はどうされてるのか、これを説明していきたいと思います。皆さん、内申点どうでしたか？まだ出てないっていう方もいらっしゃると思いますが、内申点が当日にどう使われるのか、当日点はどれぐらい加味されるのか、そういったこと分かってますか？多くの方は分かってないかと思いますが、これについて少し説明をしていきたいと思います。また、教科別対策、過去問の勉強方法、そういったものはブログで公開して今後また少しずつ公開していきますので、ぜひチェックをよろしくお願いします。参考になったって方はぜひチャンネル登録も忘れずにお願いします。それではどうぞ。はい、じゃあ説明していきたいと思います。まず井の塾の受験ブログ、内申点や当日点が必要な一覧をご覧ください。そこに自分が志望している学校の名前検索してみてください。そうすると内申点や当日点、そして校内順位の決め方、これらが書いてあると思います。計算方法を細かく言うとわからない方も多いと思うので、ここでは簡単に判断をする方法を教えます。それではまず井の塾の内申点当日点のページを開いてみてください。そこで志望校を選んでいただき、校内順位を見ましょう。そこで1番、2番、3番と書いてあるはずです。1番は内申と当日点、これらがバランスよくあるパターン。2番目は内申点重視型、3番目は当日点重視型、内申よりも当日点を重視します。こういった形になります。ただこれを聞いても、じゃあどれぐらい僕は取らなきゃいけないのかわかんないっていう方多いと思います。ざっくばらんに言いますと、校内順位1は内申点1点が当日点2点分です。校内順位2は内申点1点が当日点3点分です。つまり内申1つ違うだけで3点分取らなきゃいけないです。当日3点分取らなきゃいけないです。そして校内順位3番は内申点3点が当日点4点分になります。つまり内申点が3つ離れてれば当日4点分取らなきゃいけないです。つまり内申点1点分が当日点 0.8 点、まあ同じぐらいって考えてもいいと思います。これをまず理解してください。自分の志望校は校内順位どれでした？井の塾の内申点当日点志望校のものをまず見てください。例えば当日点80点必要で内申点36の学校があったとします。校内順位が3です。自分は内申点35だ。そうするとその子は他の生徒よりも当日点1問2問取り返さなきゃいけない。つまりそこに書いてある点数の1点2点上を取らなきゃいけないってことになります。例えば今自分が内申33です。その36を目指している学校、内申3足りません。ってすると当日点は4点分取らなきゃいけないってことです。つまり80点必要な学校が84点で自分は合格ラインっていうことです。わかりますか？これを理解してもらうと、井の塾の自分の志望校を探していただいて、校内順位を見て、当日点内申点を見て、自分はどれぐらいの点数が当日必要なのか、そういったことを計算できるかと思います。もちろん年によって点数が上下したりとかします。そのためプラスマイナス当日点2点分ぐらいは変化すると思ってください。内申点はほぼ変わらないです。これを踏まえて自分が今どれぐらいの点数を取らなきゃいけないのか、そして前の動画でも話しました、どこの分野が伸ばせるのか伸ばせないのか、どの教科が伸ばせるのか伸ばせないのか、それを判断して合格を少しでも近づけることをお勧めします。もし何か質問があればぜひチャンネル登録をしていただき、生放送動画のコメントで質問を書いてください。返答は生放送でしていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。